真心。真心は日本の起源、神、大和に関連する概念。文字通りそれは真の心、または誠実な心。元通りはべての人は生まれながらに古代の日本文学が最も忠実に表している真心、本当の心を持っていると書いています。がこの鼓動を表現していることから、擬音語に近いことに注意してください。 元織のりなは、その生涯のうち35年もの間、古事記の解説書である古事記伝の執筆に精魂を傾け、現在でもなお日本の古典研究における第一人者であり続けています。彼は文章の評価において、物語の形式と神秘性のみに焦点を当てるために、政治的、道徳的な基準に頼ることを一切拒否しています。彼が死に与える、 重要性によってそして詩はまた音韻を踏んだものである。故にこの物語は古典の言語に近い語り口になっています。これは証明とは言わず物語全体の正当性を表現するものです。古典の正当性は、ここでは中華的解釈の拒否と自発性の二重の価値観で理解されるべきです。人の心の奥底で揺らぐ感情を描いた詩は女性的で墓げです。 その最も崇高な要素、この詩の特徴的な要素は、もののあわれ、つまり、物事から発せられる、甘い憂いに誘われる共感から生じる感情です。この感情は、男性的なものがたくさん詰まった表面的レベルの、意識、鋭く知的であるが虚色に満ちた、から心とは、対照的に、山と心を表現しています。道が、幸いにも、 人間の感情の自然な表現と融合した時代に感化され、日本の文学、少なくともこの物語は中国に対する日本の優位性を証明しています。神々が生んだ国日本では、道は自然にできたものでも人が作ったものでもなく、自然の摂理にも人の摂理にも属していません。道は自然と人間の両方を生み出した神々によって作られました。それは、 日本という組織の始まりではなく、日本の歴史そのものです。神々の意志によって、最初に、島々の生成が実現されました。そして、神である祖先の系譜が途切れることのない天皇に、それらが受け継がれました。元織にとって、日本の特殊性は、自然な善行の根底にある人間の感情を受け入れ、どんな理論も不要なものにしてしまうところにあります。 男性的なもので雑然とした表面的なレベルの意識、知的に鋭敏であるが、不利に満ちている。映が人間の感情、日本文学、または少なくとも、ストーリーの自発的な表現と融合した幸せな、時間の繁栄は、中国に対する日本の優位性を証明しています。神々によって作られた国である日本では、道は自然でも、人為的にも確立されておらず、 自然の秩序にも男性の秩序にも属していない。自然と人間の両方を生んだ神々によって設立されました。それは日本の組織原則ではなく、まさに日本の歴史です。神々の意志は最初に島々の誕生を通して実現され、次に血統が決して中断されることのなかった彼らの神聖な祖先によって皇帝に伝えられました。 元りにとっての日本の独自性は自然に善行の根底にあり、全ての理論を不要にする人間の感情を受け入れることにあります。ありがとうございます。